うんうんうん。お、村か。やっと、シャラッセに着きましたね。どうやら、魔物たちはまだ来てないようだな。さっきのじゃないの？さっきのじゃないの？そうみたいですね。今のうちに、村人たちを安全な場所に避難させましょう。セイラさん、どうしたんですか？確か、この村の記憶があると言ってましたよね。そのことですか？うん、言ってたんだけど、まだ確証は持てないんだ。そうですか。もし何か思い出したら言ってください。あ、はい。私たちは、これから村を回っていきます。この村の北に、北？北か。あ、そういうこと。え、じゃあ、宿とかないの？へへへ、村の人にいいものもらっちゃった。何ですか？じゃーん。オッペルゲンソーでーす。え、HP を全開、MP だって 50% 回復するという幻の飛躍、オッペルゲンソーだって？えらいことを説明口調だね。それだけレアってことだよ。この村、この薬草をよく取ってるそうだよ。私たちが村を守るって言ったら、道具屋の人、こんなにたくさん分けてくれたんだよ。おぉ、このミランダの声出しづれってか、決まってないんだけど、別に。それはよかったですね。仲間と分けて使うつもりだけど、セイラさんにも少し分けてあげる。なんか王様の声と被るぞ。え、よろしくない。裏声を使え、裏声を。え、悪いよ、そんなの。私には治癒魔法があるし。いいんですよ。この間私を助けてくれた、そのお礼です。いや、だとしても。いいから、いいから、もらっちゃってくださいよ。あ、20個。すげえもらったな。え、幻の、飛躍っていうか、そんななのに、そんなもらっちゃっていいのか。まあ、まあ、いっか、本人がいいなら。ありがたくもらっていくぜ。井戸の中から魔物が出てくる気がするな。ほんと？この村について何か思い出しました？まだ仮説の段階。さてさて。もうちょいいけるかな。ここは、この古ぼけた井戸。この立て付けが悪くて開かない窓。間違いない。どうしたんですか、セイラさん。大きな声が聞こえたようですが。え？ここ。私の家です。なんと、セイラさんはシャッセの方だったんですが。でも、すごく小さい時の話ですよ。だいたいシャッセは魔物に滅ぼされたはず。滅ぼされた？そんなはずはないですよ。現に今の村は無事じゃないですか。おっと、これはどんな展開だ？でも、奇妙な話ですが、ともかく中に入ってみましょう。どの道ここにも家があるとは知りませんでした。ここの人にも避難してもらわないと。あ、やっぱりセイラさんが行ってもらえませんか。赤の他人の我々が入っていくのは気が咎めます。はあ、私は仲間を呼んできます。村人が残ってないか確認していますので、ちょっと時間がかかるかもしれないですが。わかりました。この家、ドアがないんじゃ。ドアがないな、この家。おっと。何なんです？あなたは。
お母さん。私です。セイラです。おかしなことを言う人ですね。うちのセイラはまだ5歳。そんなに大きくありません。なんか、いきなり感動させに来たぞ。なんだこれ。え？わ、た、し。間違いない。私だ。やっぱりここは過去の。勉強の邪魔です。あっち行ってください。は？知らない人にはついていかない。話をしないのです。あっちへ行ってください。そっか。そういう教育方針だったか。うちの娘に何をしているんだ。承知しないぞ。こう言っても信じてもらえないでしょうが、私は未来のセイラです。あ？寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。未来からなんてそんなバカなことがあるかよ、このボケナスが。私だってよくこうわかんないですけど、こうなってしまったんですよ。事故というか、事件というか。もういい。おめえの話なんか聞く必要がない。今すぐ出て行け。お父さん。お前にお父さんって言われる筋合いはねえ。普段はもっと違う場面で使うセリフだよね。待ってください。なんだお前は。私は、都から使命を帯びてきたものです。その人の言っていることは本当です。信じてあげてください。なんで知ってんの？そうなの？ラルフさん。しかしだな。にわかには信じられがたいようですね。本当なら説得したいところなのですが。ここに魔物が襲撃をかけるという情報が入りました。一刻も早くここを離れてください。魔物が襲撃だと証拠でもあるのか？証拠は。くそ、しくじった。痛いよー。しまった、もう来たのか。ぬふ、確かに本当のようだな。いいかセイラ、絶対にここを動、これあかんパターンや。これお父さんとお母さんがダーイするパターンや。あかん。地下室なんてあるのか、すごいな。さ、うおー、なんだこれ。どんな状況？私たちはまだ大丈夫です。それより、あなたのご両親が。気をつけて。奴は剣技が全く効かない。デカブツの割に素早い奴だ。セーブシートポーっと。お父さん、お母さん。お前ら、何が目的だ？そんなデカブツを動かしているということは、ふさわしい理由があるんだろうな。どんな声でいこうかな。なかなか感が鋭いですね。勇者の血は、親父になっても変わらんというわけですか。勇者？そんなことはどうでもいい。ちゃんと質問に答えろ。これは失礼。私たちが用があるのは、あなたの一人娘さんです。何？我々の占いによると、あなたの娘さんが将来大魔術師となり、勇者と共に我らが魔王様を脅かす存在になると出ておりましてね。非常によろしくないのですよ。我らが結界の繁栄、魔界。間違えた。我らが魔界の繁栄のために、あなたの娘さんの存在はいかがなものかと。その家の中にいるのはわかっているのですよ。素直に道を開けてくれれば、
あなたたちの安全は保証します。ふざけるな、みすみす娘を見殺しにできるか。子供を守るのが親の務めだ。なるほど、それがあなたの答えですか。残念ですね、チャンスを与えたのに。当たり前だ、ここで道を開ける親は誰一人としていない。仕方ありませんね、力ずくでも任務は遂行させてもらいますよ。魔界の繁栄のためにね。く、お父さん。おっと、飛ぶね、飛ぶね。おのれ、おのれ。やれやれ、あなたは不幸ですね。愛する妻を満足に守れないなんて、勇者の子孫というのも落ちぶれたものですね。まったく情けない限りですよ。あんたの旦那は勇者失格だよ。お？お？女はおとなしく家に閉じこもって子供たちとブルブル震えてればいいんですよ。それをシャシャリ出てきて、まったく胸クソ悪いものです。ん？何ですか、あなたは。あなたもおとなしく、道を開けることですね。ねえ。せねえ。てめえら絶対許せねえ。もうガチ切れてんじゃねえか。そりゃそりゃさ、目の前で両親吹っ飛ばされたら、そりゃ怒るわ。俺でも怒るわ、そりゃ。ほほほ、縁もゆかりもない赤の他人がそこまで熱くなれるなんて、人間とは不思議な生物なのですね。賞賛に値しますよ。やかましいや、グラ。私は担当アウトローだと自覚してるがな、親のことは一度も忘れたことはないんだよ。ましてや、両親が目の前でぶちのめされて、黙ってる子供がどこにいるんじゃ。はて、おかしな話ですね。情報によると、ターゲットはまだ幼い子供の話。あなたのような成人ではないと聞いていますがね。細かいことはほっとけ。とにかく私はお前らを絶対許さない。さて、じゃあとりあえず時間が時間なんで、これで一旦切りたいと思います。さあ、なんかこっからボスっぽいのが出てきて盛り上がってきました。じゃあ次のパートで会いましょう。